りしなくても。だって全然お客さん来ないんだもん。これじゃ全然暇つぶしにならないわ。やっぱり幽霊のお店っていうのが良くないのかな。そんなことないわ。それは幽霊差別よ。幽霊差別って。とにかくごめん。でも他の原因なんて思いつかないし。やっぱりお店なんてやめて夜のおどかすしかないのかしら。それだけはやめて。真剣に考えてみるからね。うん、早めにお願いね。君か、依頼の方は順調に。うん。では。ラインが揃った。では引き続き。これ。それ。これ。お疲れ。これ。これで、はい。ホムに何？今の作業は中止してしまって構わないでしょうか。何を作ろう。また行く。これなら簡単か。どれを使おう。どれを使おう。どれ
それじゃあできた。どの特性をつけようかな。ホム、今の何を調合すればよいでしょうか。それでいいんだ。それで、ま、あ、あ、なん、あ、お疲れ。こ、お疲れさ。それじゃ、また。これなら簡単簡単。材料に戻す。こいつでやる。
作ろうかな。これなら簡単簡単。どれを使おう。これでいいよね。どれを使おう。これでいいよ。それじゃできた。どの特性をつけようかな。何を作ろうかな。よっと。うん、いい香り。これならいい材料になりそう。これは何の材料になるの。いろいろ使えるよ。基本は料理だけど、お薬の材料にもなるし。リオちゃん、錬金術に興味あるの？興味っていうわけじゃないんだけど。師匠も錬金術師なんだけど、師匠は仕事しないからな。その、錬金術師をしてたせいで辛いこととかなかった？辛いこと？今の状況は結構辛いかも。後ろからの仕事で失敗しちゃったら国から出ていかないといけないし。あ、ううん、そういうのじゃなくて、その誰かにいじめられたりとか。いじめ？ないないないよ。町の人はみんな親切だし、それに私が錬金術師になったのも最近だし。そう。リオちゃん？ごめん、おかしなこと聞いて。私、あっちの方探してくるね。リオちゃん、ちょっと残念そうな顔してたよね。気のせいかな。よし。こいつでいいんだな。こいつ、よっしゃ。
何を作ろうかな。これなら簡単簡単。どれを使おう。これでいい。それじゃできた。どの特性をつけようかな。何を作ろうかな。こっまた。それでいいのかしら。それで。それでありがとう。作ろうかな。何を作ろうかな。何を作ろうかな。これなら簡単簡単。どれを使おう。どれを使おう。どれを使おう。あたし、それじゃできた。どの特性をつけようかな。何を作ろうかな。またいつでも。何を作ろうかな。これなら簡単簡単。どれを使おう。どれを使おう。どれを使おう。これでいいよね。どれを使おう。これでいいよね。それじゃできた。どの特性をつけようかな。で、何を作ろうかな。
入れ。ごめんなさい。これでいい。あり。お疲れ。